12mm ゲージの一つ、ハムの鉄道模型 12mm ゲージとは、TT ゲージおよびハム、ホイのようなミリ 12mm の鉄道模型の総称である。それぞれスケールは異なる。ミリ 12mm の鉄道模型は、主に欧米では、標準機の鉄道を1、120スケールで再現する、TT ゲージやメーターゲージの鉄道を1、87スケールで再現する。 ハムや本3で使用され、日本国内では、ホイで使用されてきた。それぞれ、愛好家人口はそれほど多くはないものの、ユニスケールマルチゲージの概念にのっとり、標準機の1、87スケールの車両と違和感なく楽しむことができる。1、120スケールで、期間1 2トル標準機を再現する。ハムとは、1、87スケール。 期間 12mm の鉄道模型の規格名称である。スイスのメーターゲージの鉄道模型で1、87、スケールの縮尺を再現するために使用される。機関が 12mm のため、ホイや TT ゲージと共用することも可能。主なメーカーは、ベモフェロースイス、レマコである。ホイ、または、宝1067、または、本3から1、2とは、1。 87スケールでミリ 12mm の日本の在来線の鉄道模型の規格名称である。長らく日本型の鉄道模型では欧米における法ゲージに相当する規格として180スケールで五ミ 16.5mm の規格が主流だった。これは鉄道模型の黎明機に輸出で使用された法ゲージ用の軌道や部品類を流用していたことの名残で、 愛好家人口が多いこともあり、1、87スケール等とまとめて16番ゲージとして、規制事実化していた。1980年代以降、機関と上回りの縮尺が一致しないため、蒸気機関車をはじめ、狂気の日本型車両の再現性を向上するために一部の愛好者、メーカーの間で、欧米の標準である1、87スケールに合わせた模型を製造する動きが、 活発化した。2016年現在では一部のメーカーで製造販売されるものの、外して高価なため普及には至っていない。ありがとうございます。